はい、では行きましょう。無限島引き臼の収束条件ですね。ここでどういう問題をやるかというと見てみてください。次の無限島引き臼が収束するような X の値の範囲を求めようと。ね、こういうふうに無限島引き臼があるんですね。なんか意見ややこしそうですよね。でもややこしいと思うかもしれないですけれども、実はそんなに難しくないんですね。まず、無限島引き臼の収束と発散について今ずーっとここまで勉強してきてますよね。どうやったかっていうと、前回のプリントを使うと、無限島引き臼の、ね、収束と発散どうなるかというと、等比数列の和の公式を元にして、ね、この r-1 分の a かっこ r の n 乗引く1とか、1引く r 分の a かっこ1引く r の n 乗ですね。これを元に3パターンに分けられたよと。一つは、もし初項が0やったら、まああんまないパターンなんですけれどもね、もし初項が0やったら、これは0ばっか続く数列になるから、当然無限に足したとて和は0だよね、収束、0に収束するよねっていうのをやりました。ね、もしもじゃあ初項が0じゃない場合、まあそれがほとんどなんですけれども場合はどうなるかというと、公比が1よりもちっちゃいかどうかですね。この公比の絶対値 R の絶対値が1よりちっちゃい時、つまりマイナス1から1の間の時は、こういう風に 1-R 分の A に収束するっていうのを、ね、前回の動画とかでもいっぱい練習しましたよね。で、初項が0じゃなかったら、この公比の絶対値がもし1以上なら、ね、1より大きいか1なら、それは発散するんだよっていうのもやりましたよね。この3パターンに分けられるよっていうことです。で、今回は一体何をやるかっていうと、逆に、じゃあその無限島引き臼が収束するためにはどうなったらいいのと。ね、そしてさっきの3パターンの収束してるのはどれかっていうと、これとこれですよね。つまり収束してんのは初項が0の時、もしくは収束してんのは初項が0じゃないけれども公比が、公比の絶対値が1よりちっちゃい、ね、公比がマイナス1から1の間だと、そういう時に収束するんですね。今の話をまとめると、収束するには初項が0の時、もしくは初項が0じゃないならば公比の絶対値が1よりちっちゃい時なんですねのどっちかやと。これかこれなんですね。だから結局言ってしまえば A が0であるか、または R の絶対値が1よりちっちゃい、つまりね、マイナス1、公比がマイナス1から1の間やと、そうなればいいんですね。これが収束条件なんですね。無限島引き臼の収束条件はって言われたら、これを言ってあげればいいと。初項が0になるか、もしくは公比が1よりちっちゃいよと、あ、公比の絶対値がですね、公比の絶対値が1よりちっちゃいよと。それを使えばもうこの話はしまいです。与えられた数列っていうのは X、 こういう風に区切っていけばどういう数列か見えてきますよね。初項が X で公比が 1+X っていうのが見えてくると思います。つまり初項が X、 公比が 1+X で、あとは収束するための条件、収束条件は初項が0、または公比の絶対値が1よりちっちゃいなんで、それをそのまま当てはめる。初項が0、もしくは公比の絶対値が1よりちっちゃいと、ね、あとはこの不等式を解くだけですね。これはもうややこしくないパターンです。こっち側に X とかないんでね。もうただ単に絶対値 X、絶対値の A イコールね。まあ、3とかやったらこれ、A はプラマイ3みたいな、早くできる方法ありましたね。これが不等式やったらどうなるかっていうと、マイナス3小なり A 小なり3みたいにできたと。ここがわけわからない人はね、数一の絶対値の不等式とか方程式とか、その辺の動画を見てみてください。ね。これさ、抑えられておけば、これはもうね、マイナス1小なり1たす X 小なり1だと。になるよと。で、これ、両辺マイナス1してあげれば、マイナス2小なり X 小なり0になるよと。ね。つまり、求める答えは、X イコール0、またはマイナス2小なり X 小なり0。なので、マイナス2小なり X 小なりイコール0になるっていうことですね。ここでは0は入ってないけども、これまたはっていうことは、こっちで0になっていないから、0も OK と。ということで、答えになると。ということですね。はい、ということでね、ここでは無限島引き臼の収束条件について勉強しました。ね、結局は初項が0、もしくは公比の絶対値が1よりちっちゃくなればいいっていうことでしたよね。あとはね、これを自分でもできるように類題見つけて、しっかり練習しておきましょう。